フラワー占いチャンネルです。今日は丸岡泉さん、有村昆さんが離婚を発表されたということで、四柱推命などを使って占ってみましたので説明したいと思います。まず見た目の相性診断になりますけれども、お二人のお顔の相性は非常にいいんですね。彼が面長のお顔で、目が割とはっきりしないような一重に近い目、そして彼女は四角顔に近い丸顔で、とてもはっきりした奥二重なので、これ相性がもうほぼ 100% になります。で、なんで相性が良くて10年ぐらいもね続いてたかっていうとですね、有村さんはこの日中がお通の寝牛空母になるんですね。そして、丸岡さんも水の問いを日中に持つ寝牛空母になります。これ寝牛同士のカップルになりますので、寝牛空母ここにあって、馬羊とともにこれ仕事恋愛の星って言ってね、仕事の鬼だったり、そして恋愛相手に非常にこだわるという星なんですけども、このグループ内だと非常に相性が良くなります。この寝牛同士なのでとても相性がいい。そしてね、ちょっと気になった言葉がありまして、この丸岡さんっていうのは鬼嫁って言われてたり、魔性の女ってことは後で説明しますけど、とてもセクシーな女性ってことでね。で、この方ってなんかこうおっとりしてるような感じですけど、なんか常に余裕があるような、力みが全然ない感じの女性だなっていう、ただ非常に強いしたたかな、ね、女性だってことも後で説明します。で、この方の言葉にですね、夫の浪費に怒った時に夜の生活をお預けしたっていうね、そういう記事があったもんですから非常に興味深かったんですけれども、この有村さんっていうのはですね、四柱推命で細かく見ると、これ76年7月生まれの夏年生まれ、夏月生まれの、葉っぱ、上下葉っぱですから、これもう大炎上ですね。ここに水気が1個あるんですけども、これ水滴ですので、これだけの火の塊でもう蒸発しちゃってますので、なのでこのご本人のところの合材召喚、食人調整、これすべてマイナスな意味になります。なので空元気で空いばりする自由人、ね、自由人っていうのもなんかこう放浪癖のあるような、落ち着きのないという、そういう人になります。そしてこの方、透過札、ネウマウドリの透過札、自分自身のところと、あと配偶者のところにもありますので、自分自身もエロスの星をお持ちだし、配偶者にもそういうこうエロスの雰囲気を求めるという人になります。そしてこの方がどういう、この方はね、自分自身のところと社会のところが看護してますので、基本的に仕事人間なんじゃないかなと思います。で、このプロフェッショナルな星、仕事の鬼というのも寝牛空母にあるので、ここ言ってなかったですね。寝牛空母どういう性格かというと、負けず嫌い、トップにこだわるナンバーワン、そしてリーダーの星になります。エロスの星、セクシーでドエス、秘密主義で仕事の鬼、プロフェッショナル、ロマンを求めるっていう、そういう性格になります。で、この方はですね、配偶者のところがオツの被験の権力ですので、セクシーで自分に似た強い人ですね、権力、そして木の人です、相手が。で、面白いことにですね、この丸岡さんっていうのも自分自身の柱が木と木が効いてる木の人なんですね。なので運命通りのお相手を見つけられたのかなっていう感じ。ただこの方って感性がね、今のところ見えてないんで、自制心がちょっとね、自制が効かない、なので燃えたら燃えっぱなしみたいな、
それでこれだけ熱々のひまるけな運勢だとですね、夏が運勢が悪くなりますので、夏の時期にこの火遊びが明るみになって、しかも現在ネウシ空房っていうのはお二人とも空房中ですからね。なのでまあこのような結果になっちゃったのかなっていう感じですけども、まあこの方だけだで言うと、2008年から大運が星座になってて、星座っていうのは10年この間に結婚されたと思うんですけど、星座っていうのは男性でいう結婚の時期ですね。だからこの波に乗って結婚されて、そして2018年から偏在になるんですけれども、偏在っていうのは男性にとっての恋愛がしたくなる時期なんですね。そしてこの大運のがね、土のと意になるので、この人にとって欲しい水が来ちゃうんですよね。そうするとやっぱり気持ちも大きくなるし、運勢が、流れが良くなる。そして偏在なので、遊びたくなった、遊びたいっていうのはもう恋愛ごっこがしたくなったっていうことだと思うんですけどもね。で、年運で言っても2018年から2021年までずっとこの方恋愛運が来てるんですね。星座、星官、変換、星官とね。そうするともう本当に恋愛したい大運の中の恋愛したい年に入っちゃってますので、でもともとこのエロスの星持ってるとですね、もう本当にそういう時期が重なっちゃったんじゃないかなって思うんですね。でこの彼女ですけど、彼女はこの方も夏生まれなんですね。これだけ大炎上してる男の人にはもう真夏は絶対ダメなんですけどね。この方も8月6日っていうと、7月のおつ羊になりますので、これはもう本当に、ただこの方っていうのは生まれ年が冬なんですね。冬年の夏月、そして冬日、会合ですけどね、これ水の昔でいう会合、非常に強い柱を持ってて、なので昔の本で言うと結構夏月の水とかね、冬だったりとか、冬月の夏っていうと精神を病みやすいなんていうのあるんですけど、この方ちょっとメンタルね壊されたなんていう話も聞いたことありますけどね。でただこれだけ夏の時期にこう水気があるっていうのは、で金もあるので結構喜んでいいことなのかなって思いましてね。でなのでこの人だって最高じゃないんですけれども、このご主人のひどさに比べたら本当にどっちがいい悪いはないんですけれども、こちらの方が部が上かなっていうことで、やっぱり鬼嫁ね、こっちの方が強くなっちゃうってことなんですね。なので奥さんが尻に敷くっていうことですね。でこの方は自分自身の柱が木ですからね、乙の木っていうのは非常に弱々しく見えるんですけれども、実はすごくしたたかで、葉っぱとかね、そういう、草花っていうのは根を持ってね、すごくこう広が繁殖したりするじゃないですか。そういう図太さみたいなものがあって、で食人としパッと見ね、社会で見ると優しい食人っていうとゆったりした優しい雰囲気なんですけど、この方の場合は夏ですので、この木って葉っぱっていうのはあんまりよろしくないですね。なのでこの食人が悪い方のネガティブな方のノブイっていうね方に入っちゃうんですけどね。でそれでいて頑固、変換、性感、豪罪とありますので、これ頑固でしたたかで、そして食人召喚が結構多いんですね。これそうすると結構口も立つと、そうするとやっぱりこの鬼嫁っていうことで奥さんの方が強くなっちゃうのかなっていう感じです。
で、あとまあこの方でいうと透過札がないから、まあ値打ちのセクシーさはあるものの、実際はそこまででもないのが割と淡白なあの感じの人なのかなっていう感じをします。そしてこの方はあのご主人どういう人を選ぶかっていうと、あの水の鳥の会合で正官正官豪財帝王ですから、やり手でやんちゃで祝った人って言うと、まあこのご主人の雰囲気なんじゃないかなと思います。で、私もあの何が不思議だったかっていうと、この浪費、夫の浪費に怒って夜の生活をお預けっていう言葉がね、すごくこう不思議な言葉だなって思ったんですね。これってこの方年上女房で、あの普通年下の、まあ、ご主人、若いご主人もらって、なんかそうあっちの方はね、あんまりその自信がなかったりするんじゃないかなと思うんですけど、この方この言葉が吐けるっていうことはね、相当ご自身に自信がないと言えないねことじゃないかなと思いますね。はい。そしてまあこのお二人は、まあ、なぜダメになったかっていうとですね、ダメポイント、まあ夫にそばにいてほしい妻っていうのはですね、この水の戸から見て官房がすぐ近くにありますね。で、彼女はご主人とべったりしたい。だけど、この彼っていうのは、あの、看護がないんですね。看護なくて、そして仕事人間ですから。そうすると、あの、外に出て仕事をしたい夫と、家庭を守りたい妻。そういう感じで合わなかったんじゃないかっていうこと。そして、まあ、エロス、セクシー、ロマンを求める夫と、割と堅実に生きたい妻ってことで。で、あと、なんかその、浮気相手の、あの、シルエットが載った写真かなんか見たんですけれども、なんか仕事先で、あの、声かけた女性っていうことなんですけど、みんなこう、雰囲気がセクシーなタイプばっかりだったんですね。なので、実はこの、ゆるキャラのような、この女性よりも、この方って実はその、セクシーな感じの見た目の女性が好きなんじゃないかななんて思ったりしてね。そうするとちょっとファッションのタイプが最初から違うんじゃないかなって思うんですね。あのゆるかわな彼女とイケイケのブランド系のイケブランド系の夫とっていうことで、まあ、そうなるとちょっとダメポイントかなと思いますね。で、あとはもう何と言ってもここですね。夏、二人とも夏同士だったっていうこと。そしてまあ今年の空房の年の夏月に、ダメになってしまったっていうことですね。はい。今日はそんなところで、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。ありがとうございました。